尾形隆のサッカーニュースのお時間です。ブラブリッツ秋田もいよいよ開幕しました。2月25日昨日アウェーで愛媛 FC と戦いました。早速結果ご覧ください。0対1という結果で先週ね、勝ってスタートダッシュしようと、はい、こういう話だったんね。でもね、ちょうど4シーズン目なんですよね、クラブリッツ、はいはい、J2 に上がって、はい、で、最初入った年ですね、この年も初戦落としてます、ね、そして次の年も落とし、で、昨シーズンちょうど入った時に、引き分け、初めて引き分け、そして今年非常にいい感じで入ってたんですけども、まだ負けてしまって、しかも1点差なんですけどね。で負けは負け、はい、すぐこう言われますから勝ってないもんなんですよ、プロはね。その通り、負けたらね、厳しいのは当然の話なんですよ。でもね、ちょうど試合見ていたら、やはり合宿コーチでやっていて、新しい新人が11人ぐらい入ってきてて、その中でよくこうまとまりかけてきたと思います。去年は新人が4人出てあったんですね。今年は3人になってますね、見たらですね。ちょうどこれがスタートだったんですけれども、はい、囲い選手去年来てすぐ入ったんですね。それと今年は、サイドバックの村松選手と吉岡選手センターですけれども、この2人入って、小松選手、これは去年 J3 で得点王になって非常に期待されている選手ですけど、はい、この選手が入って、まあ、3人で、しかも残りは去年ちょうど中心的にやった藤山と諸岡がボランチとして入っています。で、我が CMA の中村選手、息子さんが、今回はスタートで、こういう形でスタートし、なおかつ試合の流れの中で前の方非常に動きますので、外も一緒ですので、この選手たちはだいたい60分経過した後の選手交代として出てきています。これも同じような戦いの中です。そういう中であって、この斉藤選手を今年どう使おうかと思ったら、やっぱりサイドバックで使っています。非常に得点能力あるサイドバックで、試合の中でもビッグチャンスを作って自分が攻撃に上がっていってですね、シュートしてキーパーには防がれたんですけども、非常にいい感覚を持っています。そういうところを考えると、前と同じような戦い、去年と同じような戦い方ができている。それと去年シーズンで怪我しちゃって出てこれなかった吉田選手なんか入りましたけれども、はい、やはり得点感覚をしてくれていて、ここもビッグチャンスを作っていますし、あとは中村選手のヘディングなんかもきちんと出てきています。で、川野選手の得点感覚、こういうようなものが出ているので、次の試合とこう期待していって、いい試合を、ね、持っていってくれればいいと思っています。ですから、負けたとはいえシーズンのスタートとしてはいい形で入っていってるのではないのかなと。こうすごいだろ、入れると負けをこれだけ喋れるんだよでな、こういう中で、戦っているブラブリッツですので、次、今シーズン特にここ爆発してくれた時に、ね、上位の方に入っていく可能性はあります、ね、ということで1試合目の話になります。で、なお J リーグなんで、 J リーグスタートして今年31年目です。で、たまたまね、ベルデーさん、東京ベルデーなんですけど、前はベルデー川崎、場所変わってますから、東京移ってますからね。それと日産のチームを母体にした、F マリノスですね。これが31年前に国立で
開幕戦になってます。その時はベルベルさんが2対1で負けている、うん、で今年またやったら勝っていってから逆転2対1同じような形になってる。であの5万何人のあの人たち5万人の人が関係が入るとコート、あなた方ここでやってるとあそこのところブランドにとったら全然聞こえません。うわーって、ベンチこっちから指示出しても全然聞こえない。そういう中で戦ってる、ああいう戦いの中の再現が同じ場所で5万人以上の観客の、しかも得点も同じと、そんな感じの31人目のスタートです。ベルベルもこの後頑張ってほしいなと思います。そして、ブラウはまず開幕戦はね0対1で敗戦に終わりましたが、すぐ次がありますね。次節は日曜日3月3日レノファ山口 FC、 こちらもアウェーで、3月6日にはルヴァンカップ蒲田マーレサヌキ戦で、3月9日にまたレギュラーシーズンの徳島ボルティス、はい、それに勝てるアウェー続いて、うん、ホームに16日帰ってくると。次の山口戦、山口はあの昨シーズン同じく戦っていて、あの秋田より下位のチームですね。山口は、はいはい、ギリギリの、いやもしかしたら2つ勝つ、はいはい、2つ勝つドラゴンには困ります。ね、やっぱホーム戦盛り上げるためにも、ね、はい、休むよ、勝利が必要ですからちょっと、ね、勝ち点はやはりスタートのところで、うん、去年もそうだったんですけど、もうそこで頑張らなければ、ね、うん、チーム全体から見たらやはりあの選手層とか中身見たら厳しい状況にあるんですけれども、よく戦っているかと思います、はい、ということでまた今週末もね、期待して試合見ていきましょう、うん、そして今日はなでしこジャパンについても振り返ります。パリオリンピック最終予選2月24日に北朝鮮との戦いが、1回戦目行われました。結果こちらです。0対0の引き分けとなっています、はい、ちょうどオリンピック予選で前リーグ戦でそれは勝ち上がってきて、今北朝鮮とホーム&アウェーで戦っている。ここで勝てばそのままパリオリンピック出場するという、そういう戦いです。日本がボールキープして非常にボール回しがいいんで、北朝鮮自体はどういう戦い方をしたかというと、ディフェンスラインをきちんと5人バックにですね、きちんと守って、そこからカウンター、体大きいしスピードあるし高さある、それを利用した戦い方をしました。そこでなかなか突破していけなくて結果として0-0です。後半は北朝鮮の方が、はい、そうですよ、相当してた、そう、うん、そういう戦い方だった、ね、きちんと守って。でこのあと28日国立で、うん、あのホームで戦うわけですけれども、ここで、そういう戦い方をしてくるチーム北朝鮮をどうさばくことができるか、そのぐらいの力があるのかどうか試されます。でただホームですのでね、あのやはりサポーターの声も届くでしょうから、うん、そこでどういう戦いして勝ち点取ってパリオリンピック行ってくれるか。なおこのチームの中にディフェンダーとして、秋田出身の石川リオンさんが出ているわけですけれども、うんうんうん、彼女の活躍もまた楽しみだと思います、はいね、はい、28日には第2戦国立競技場で、また北朝鮮戦がありますので注目していきましょう、うん。